はい始まりましたはい始まりましたはいウェブラジオ,ラジオはい人生思考がいがいはいやっていきましょうやっていきましょうはい司会はというわけでね司会はスタッフホワイを今いっぱい集めてるあるわきっとえー「君蛇の単行本修正作業がおそらく終わった中野と」 読み切り漫画恋の二のうちが、えー、ほぼほぼ好評だったので、ホット胸をなでてをしている、ピエール手塚が。はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい。そうか。そういえば、そういう、手塚さん、それを発表後、初めて人事子か。ああ、確かに確かに。確かに。いや、非常に良かったですね。うん、面白かったよね。すごい。いや、本当に。うん。なんか、よく黙ってましたね。 恋ののの内容についてなんかすげえ喋りたくなる漫画だろうに何か人志子のお便りとかでなんか質問が来た時になんかあの恋の僕が今度書く漫画も結構そういうテーマを使っていてみたいなことをすげえ喋りたくなるような内容の漫画なのによく黙ってたなって思いました読んでまそうですね8曲の漫画だっていうとだけを話してましたけどどういう使い方をするかを見んながね想像してなは 読める感じなんですかねジャンプラスの読み切りの掲載のあれってよく分かってないんですけど。えっと、あれは当面多分読めるはずですね。あじゃあ、なんか。いいですね。うん。そう後からね、<え>知った人も、まだ読んでない人もね、ぜひ、いしばらくはね、勘、うん、にバズった時には宣伝するものとしてありけようございます,、はいいいですね。ありがとうございます。<laughs> はい はい。<laughs> なんか流そうとしてんな。いやいやいや、<laughs> そんなことない。いと重要な話がそう。重要なね、告知があるんで、<laughs> その告知がね。うん、えー、っと、告知があって、来月の12月15日、来月じゃないのかこれが流れるときにはもう12月か。はい、じゃあ今月だ。今月の12月15日、金曜日、金曜日じゃねえや。間違いまくるな。えー、っと、12月の15日の水曜日ですね。うん、に、 えっと俺が書いている「君の戦争僕の蛇」の単行本の第1巻が発売になるんですけれどその発売を、えー、人種公リスナーの皆さんとリアルタイムで見,見守ろうというねそういう配信をやろうと思っていて、えー、12月15日に発売ってことは日が変わった時にできるってことだから12月14日になるのかもしかして。 え何ががですかいや<ー>その放送15日発売だとしたら14の夜から15日になるあそう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 じえじゃあちょっと待ってそれそれ <laughs> それ危険かもしれないね俺ちょっと、うん、そうじゃない感じでちょっと話しかけちゃった、ね、アポをねそのねそうです。じゃそその辺うそうそおいおい調整ういうことなんですけど、うん、じゃあ今ちょっと伏せそうそうそうゲストうそうそ名そうそうきますかどうしますうそうそ っっちゃって大丈夫かとりあえずちょっと自由業の方が多いからなんとかなるんじゃないかといなるほど、まあとりあえずもう一回整理すると情報、うん、12月の14日の真夜中12時15日に変わった瞬間に「君、うん、ビの第1巻」がアマゾンで買えるようになるので、うん、あのみんなで書かれと言って電子書籍をね買う人はそこで買ってもらうっていうそれをキャッキャしようというようなう、ね、まあ俺を喜ばせるためのね、うん、あの企画なんですけど。 みんなでハピマテ位にしよう,ぜう,そう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 ,う一時的にでもねアマゾンランキング1位にしてくれ人種コリスナーの総力をね結集してっていうそういう企画なんであの生放送をねまあするんで12月14日の夜の10時半くらいを予定してます10時半くらいから12時半くらいまでを予定しています、うん、まあ平日なんで、あのー、皆さん無理せずにということではあるんですけれど、うん、でゲストを2人今のところ呼ぼうと思っていて えーっと、うん、漫画家のイソフラボンひじき先生とニャロメロン先生を呼ぼうと思っていますで予定しております以前にもね人志子にお二人とも来てくれたことがある人志子リスナーということでね肩をがっちり組んで、うん、あの協力していただくということでね,ね、うん、一応 今のとととこころ了承してもらえたとい,うことでいいいうででんすかねちょっとまたそうだけど、うん、ちょっとよ予定が一日ずれる感じにね今なってきたからねもしかしたらってことだけどまあ多分大丈夫じゃないかってこと、ね、多分大丈夫じゃないかそうそうそうと、うん、いうことで、えー、予定してますでお便りを皆さんにもよかったら、まあ、当日も生放送なんでチャットにも遊びに来てほしいんですけどあの事前にお便りも募集しておきたいなと思っていて今回は「君ヘビ」が発売するってことなんで「君、えーうん、ヘビ」に対する 感想、期待など、うん、あとはまあ普通のお便りでもね、全然いつも通りの人志子のお便りでも送っていただいて構わないということで、まあ、あとゲストのお二人も今お名前あげたので、うん、そのゲストのお二人に合わせてね、ね何か聞いてみたいこととかがあれば、この際聞いてみてもいいかなという気も、うん、まあしなくもないけどって感じで、うんえー、そんなとこですかそうですね、うん、っていう感じですかね。そんなとこですかね。うん、まあまた来週もあのー、告知打ったり、ツイッターでもね、告知打ったりは。 していきたいなとは思ってるんですけど。来週は。あ、来週は一応まだあるのか。そうそうそう、来週はまだありますね。これが三日に流れて、次が十日に流れて。で、十四日ってことですからね。という感じですかね。というわけで、じゃ、長い告知をしましたけど。やってくぞ。おしいけ。というわけで、ええ、今回はお便りを。 一回休んでね、ちょっとオガベベの感想をしゃべりたいねということを。ということでね、はい。あの、はじめ、ラブコメ、オガベベ。オキラクボーイ、第1弾。ボーイのね、そう。期待の申請、オキラクボーイのね。そう。サンデーでね、連載して。ついにね。うん11月23日に発行されてるみたいですね、今、手元の単行本見たけど。うん。ってことは、もう。 そうか11月23日もうちょっと早かった気がするのにな。11月23日だったっけまあいいや。あだから結構最近だよ。うんうん、最近だよね。うん。そう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 。うん。だから、なんかそのね、今ちょっとどうにか応援できないかなと思。応援するにはいいタイミングかもしれんということでね。確かに確かに。うん。あの、まず第一陣のファンはもう買ってるだろうし、そうだね。こっからはね、知らない人にね、あれをするというね。そうですね。 岡部部はウェブのサンデーウェブリとかでも多分読めると思うんでそう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 ,そう、うん、あのねウェブでも普通にえー、っと13話と最新最新1個前の話かな、うん、あのサンデー本誌に載ってるのの,の1周前のやつなんで、うん、これが面白かったらサンデー本誌あの読んでねみたいな感じなんですねそうだねうんそうそうそう今ねかなり熱いシーンになってるからねその そうだね、盛り上がる感じのシーンだ盛り上がる回になってるからね、あの、これ、ラジオ聞いた後に、まあ、そのウェブを読んで、あの、サンデー読んだら、なんか、楽しい感じになるんじゃないか確かに。気がします。うん。ということでね、うん。なんかね、まず、はい。あの、あ、どうぞどうぞ、はまあ 読んだことない人はまず読んでいただければってことなんですけどその、うん、まあ原始人×ラブコメっていうジャンルでそ,、ねうん、その人類史上初めて恋を見つけた2人っていうねそのまだ恋っていう概念が生まれるそうそう生まれてないっていう、まあ、概念っていうか文化がね、うん、生まれていないっていう状態の、うん、そういう2人 2>、うん、まあもうそういかけて、ねうん、ガッハッハッって言ってるような2人になんかそういう若い2人にね恋っていうなんかドキドキキュンキュンみたいな気持ちが初めて生まれてきて。 これが人類史上初めての恋という概念が生まれる瞬間だったのです。みたいなところに、なんかもたどり着くというか、そういう。までの話ですね。ラブコメ。で、その恋っていうものの外角を、なんか触ったり。しながらね、その。はっきり。これってなこの気持ちって何なんだろうっていう。そうそうそう。ことを確かめていくっていう。だから、すごく、う、初々しさに特化してるラブコメですよね。そうそう。うん。だから、結構さ、やっぱり。 面白いなって思うのがさ読んでるとさまあまあ初めて初めにまず気が付くというかさ恋と性欲ってあれなんじゃないのみたいな同じなんじゃないのとかさ、ね、思っちゃったりするんですけどそうそうそうだからつまりそのさあの当たり前だけど原始人もさ <laughs> そのど,んど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 んその代を重ねてってるわけだから、うん、性欲なんてないとすぐ耐えちゃうわけじゃないそうだね そうだから性欲っていうものは存在するし性欲っていうものはみんな認識してるんだけど、うん、その子孫を残したりするっていう感じなんだけど、ね、でもやっぱりそのドキッとするラブみたいなこの子のことを大事にしてあげたいと思う気持ちみたいなものにそういう純粋なものっていうものをやっぱちゃんと別のものとして定義しててそうだねそう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 、ね、別のものとして定義する瞬間ってことうよねそう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 ん これはそうだね。うん、だからそこら辺はね結構なんか確かにこういうアプローチをすることってなかったから、うん、話自体も面白いなっていうかねそのただのラブコメっていうわけじゃなくさ、うん、その恋愛ものとして見てもあの恋って何みたいな話とかをさまあその。そうだね ののものだと思ってるからさみんな俺たちはまあそれこそ「えいこの呪い」でもさ、うん、恋の二のうちでもさ扱ったテーマではありますがって感じで言あるんだけどさ <laughs>、うん、そんな小学生みたいなことは言わないわけじゃないそのなんか、うん,うん、うんうん、つまりその大事にしたいっていうことなんかその一歩進んだエッチなエッチとかの話だと、うん、一歩進んだその話とかになったりするんだけど、うん、その大事にしたい気持ちとかも所詮性欲の一部なんじゃないのみたいなさそうだね とか思ったりするんだけど、うん、その手前の話をねやっぱやってて、うん、でこの手前をそのこんなに真面目にやろうとする漫画ってさそうそうないというかさほ、うん、うん、本当に初めてなんじゃないのっていう気がするというかね、うん、あのやってること自体はさそのやってることってかそかみんなの思考自体は大人なんだけどさ、うん 恋愛,恋愛は小学1年生みたいなところはねやっぱ面白みああそうだね恋愛は小学1年生って感じですね、うん、なんかそうそうそういうところのねテクノロジーを一から発見していくっていうところの楽しみみたいなのがあってうん、うん、なんかタイトルタイトルっつうかその著者の名前のペンネーム、うん、の作家名の「オキラクボーイ」っていうさ、うん、名前もそうだしはじめらうぷめおがべべって話もそうだしさ、うん、なんか全体的にその、うん 気の抜けた感じっていうかそうね主人公たちにも振る舞いとかノリが結構のんきでのんきって感じなんだよななんかそれがねあのいいですよやっぱり読み心地としてギャグもなんか「あのくだらねえ母」って感じのギャグが多くて俺はすごいあのちょっと気の抜けた感じが好きだしその恋愛に関してもやっぱりそのすごく幼さあるいい意味で幼いすごくその幼くて純粋でその。 うん本当に始めたてというか始めラブコメって感じが、あのー、かわいいねっていう感じですね読み心地がね、うん、あと、あのー、まあそのもう一つ大きな特徴を言うと絵がめちゃくそうまいというそうだねうんあの絵がびっくりするぐらいうまい本当にうまいその、うん、新人サッカー期待の新人とか言ったけどあのー <laughs> その辺のベテランとかと比べても全然めちゃめちゃうまいっていうぐらいうまい。そうだねめちゃくちゃ道にいった絵をうかさ。んあ<の>絵は全然初め漫画ではないですね。なんか、うん、全然初めって感じないし、お気楽って感じでもない。うん、そうだね、うんうん、ベテラン <laughs> ベテランガチ漫画、オがべべって感じですね。かそうそうベテランガチ漫画、オカべべって感じでさ。うん、もうなんか背景とかもね、すごいそうだねめちゃめちゃ。 すごいい圧をねねかけてくるというか、ねうん、あのペンタッチの極地みたいなね絵がまあ原始時代をね描くから、ね、その結構自然とか有機物を描くんだけどその舞台をすごくうまく表現できてますよねこの画力で釣り吉三平みたいなさ、ね、嬉しさがあるんですよね釣り吉三平的なラインですよねそ,そうそうそう釣り吉三平も、うん、その釣り漫画としてのあの面白さとは別にその矢口先生の描くあの めちゃめちゃ綺麗なね、その自然美みたいなのをさ、うん、楽しめるっていう絵物語としての良さもすごいあるっていう感じなんだけどかなりそれに近いところがあるだからもうなんか普通に背景見てるだけでもねその未読って感じするし、うん、まあとねその絵だけじゃなくてやっぱりそのラブコメ絵ラブコメとあってねもう一つの要素って言ったらやっぱギャグ。うん うん、元々そのコミティアの頃からのね。その友達だったんだけど、その沖楽ボーイ選手。先生はうん。その時からね。ギャグ漫画のもう記載みたいな感じでね。俺たちの中ではやっぱちょっと見てたところがあって、うん、そのあの今回のオガベベはどっちかっつとね。そのラブコメのラブの方に寄せて、コメをちょっと出力を下げてる感じがするんだよね。そのうん、バラ、うん、ンスを取ってるというか。うん あの今までは結構かなりがつがつしたそのツールギャグとかをね得意としてたから、うん、こういうあの地に足のついたギャグをやるお気楽ボーイ先生は結構珍しいなと思っちゃって、うん、そういうところでもねその面白かったなとでもやっぱりねあのところどころその入るギャグとかはさやっぱ笑っちゃうっていうかね、うん、なんかマンモスステーキの作り方のギャグってその、うん まんまステーキの作り方はまず火をつけますかない春日よって言いながらそのまま終わっちゃうところとかね本当に俺すごい好きなんですけどそういうギャグなんかふふって笑っちゃうギャグとかあのやっぱりう々しいラブのどういうふうにそのラブっていうのを書くのかみたいなところとかあとまあ単純に絵がめちゃめちゃうまいっていうところでもうなんか結構ねこの三本柱がね あのどれか1本気に食わなくても残り2本どっか好きだろみたいな、ね、<laughs> ところある、うん、なるほどいいそうフックがすごい多いよやっぱり、うんうん、見ててめちゃめちゃ安心できる、うん、これって何も引っかかんないみたいな人はねそうそういないだろうって感じするしね、うん、そううだね、うん、うん んかあんまり嫌みがない漫画だからんか今荒キさんがその三本柱魅力がまあたくさんあるからどこかが引っかかるっていうのもそうだと思うけどんかここ気に食わないなみたいな感じのなんだろうそういうとがり方がそういうとがり方をしている漫画ではない気がするからんかすごい読みやすい。 いい漫画だなと思います。うん、そういう意味でもなんか俺はやっぱりのんきって感じの <laughs> <大>。ねうん、第一印象のんきな漫画って感じのね、あの、うん、印象を持ちました。手塚さん、いかがですか。そうですね。なんか。えっ、うん、と。やっぱり、その、が、この話の構造自体は結構すごい面白いなと思って,て。うん なんか原始時代にあるっていうことで今すでにあるものは全部ないっていう状態から始めてるんでだからあらゆるベタなことっていうのをなんか新しいものとして書くことができるっていうのが構造的にはすげえ面白くてだからラブコメといえばあれだろうみたいなベタ,ベタな描写っていうのを全部なんかやろうと思えばいくらでもできてなんかここから先続いていった時にラブコメといえばあれだねっていうやつっていうのを全部書いたとしてもそれはなんかその ベタなことをやってるんじゃなくて新しいことをやってるという定義がってきてしまうっていう, <laughs> うのがなんかいくらでもできるんじゃないかっていう,うすご、ね、い、うん、可能性を感じちゃうっていう。ね、史上初のであったっていうようなね,ねナレーションがついて、うん、なんかなんか全体としてそのやっぱりそのなんかパロディ感っていうか、うん、そのいろんなものっていうのがその。 えっと、いろんなパロディをやってるんですけどそれでもそれの、うん、この話の中では一番初めにやってるっていう,、うん、こうちょっと盗作した感じがあるのと、ね、<laughs> まあ同時になんかそれをな,んかそのないっていうところからやってるんでなんか例えば再定義していくみたいな感じの雰囲気もあって、ね、みんなが当たり前だと思ってるものを筋見させて,てまたゼロからやっていくっていうことによって見えてくる普段なんか意識せずに見えてるようなものとかっていうのがなんか。うん あのー、こういう作りになってるんだっていうのをなんか、あのー、改めて書くことができるみたいなのがすげえ面白いそうだ、ね、なんか構造の話なんでまだ一、ま、巻出たとこですけど、うん、まあいくらでもいけるんじゃないかな、ね、そうだねすげえ可能性を感じるそうですよねだから一巻の中でもねその料理っていうものが初めて生まれる瞬間みたいな、うん、そのイベントが起こったりとかなんか 本当に何か今あるとことねうん例えばなんだろうわかんないけど「スポーツが初めて生まれました」とかさ例えばなんか「ねうん、芸,芸術が初めて」とかまあ芸術はもうあるかもしんないけどなんかいろいろね、うん、できるうんまあその辺のギャグとかもやってるしね、うん、なんかこれが初めてのジョブズ式スピーチの始まりであっううんでもそれで恋っていうものをさなんか最定義というかあのーうん 新しく生まれた恋っていうものがこれだっていうこれが恋よっていうことをさやっぱり岡部では見せようとしてるわけで、うん、それはね,ねなんかねやっぱりあのす、ー、すげー話をしててるなって感じですよその,のんきに見えて、ね、やっぱり、うん、大きなテーマをね振りかぶっているという気もするからそこは楽しみですよねうん楽しみだぱ キャラクターが本当にそのビジュアルが可愛くてさ、うん、俺トリアさんが本当に、うん、本当に好きでさ,さそうだね、うん、トリアさん本当に可愛いな、うん、見た目が本当にすごいし <laughs> そうだねあのー、こんなに美しい髪の艶ヤベあるっていう感じになっちゃってさ <laughs> <laughs> もう髪の艶ヤベが可愛いよう,うん。確かにそうチョコがね、うん いたかこんな美しいつやべてあります。<laughs> <laughs> そんなとこですか？いやー、そうね。うん、もうなんか全体なんだよな。なんかやっぱりこのさお気楽ボーイさんのさあって、やっぱりその古い漫画が好きな人なんだよね。すごい。うん、あの千葉鉄とかさ。うん うん、そういうのとかその野谷松太郎がすごい好きな人だったりすることでも有名な野谷、うん、松太郎のファンとしても有名なごきげ多い先生なんだけど <laughs>、うん、やっぱそういうところもさいい感じにその漫画に反映されてるよねその絵の見やすさとかさ、うん、あの擬音とかのなんか擬音やっぱ古くせえんだこの,、うん、<laughs> この古くさい擬音がさやっぱすごい見やすいんだよね。そううだだね絵の,あのなんだろう なんて言ううだろうこの擬音がね絵としてきっちりまとまってるというかね、うん、なんかそこら辺もさっき中野さんが言った嫌味がないというかね,そうだね感じのなんか、うん、やっぱ古く使い古されてて、うん、まあ使い慣れてると言ってもいいけど、うん、使い慣れてたあの擬音をその。 恥ずかしがらずに使うことによって、うん、やっぱり絵としてのあの良さが一段階上がってるっていう感じがね。ねキャラクターの絵はやっぱりさ、<laughs> あの新しい可愛い。 今のラインの絵だなって現代的なラインだなって思うけど背景の描き方とか書き文字とかそういうところはそういうちょっと古いレトロな感じのポップなレトロポップな感じの書体を使ってるなという気はしていてそれもなんかさっき手塚さんが言ったようにその「原始時代」っていう舞台を使って今の今では当たり前になってるものを再解釈していくみたいなものともしかしたら重ねね合わせて読むことももでできるかしれないすよそういう古いものを使って新しいものをっていうさ。うん 本当にね画面が見やすいやっぱ絵うまい人ってさなんかいろんなところを見せたいからさ絵がごっちゃごちゃになっちゃったりすることとかもあるんだけどさすごい漫画としてすごい本当にまとまりのいい漫画にあれ細いポーズになったりしてんか見慣れ感があるよね見慣れてる画面見慣れ感があるんだよすごい実家に帰ってきたような安心感って感じの画面があるよねそういうところがね本当に全体的に いいんだよね、うん、そう1コマ1コマの嬉しさのあの値がね高いっていうところが良さかな一つうんつ、うん、感じですかねはい、うん、了解ですこれからねあの今一貫買ってあのついてったら小山ブれるから <laughs> なるほど、うん、<laughs> 今小山ブろうぜっていう感じでね、うん、了解です確かにうう感じですうん ぜひおすすめですということでね皆さんまだ買ってない方はねもちろん買っていただいてって感じだし読んでない方はウェブリーとかでも読めるんでそうだね初めラブコメをオガベペでね検索して読んでみてくださいということでねすごい触れやすい感じだからねサンでウェブリーで読めるってところでねっていう感じですはいじゃあお便りもう一本読んでいこうかなはいえ人種考ネーム山田さんからはいありがとうございますこんにちはジョジョリオン完結会とてもよかったです 私は物語のゴールが今一つ理解できなかったのですがこちらを聞いてもう一度読み返してみようと思いました、うんえー、さて今回お聞きしたいのはおすすめのスーパー戦隊についてです シリーズ全体で45作品とかなり多いです少しずつ見てるのですが、うん、半分も過ぎてくると毎回どれを見ようかなと悩みます皆さんのおすすめのスーパー戦隊を教えていただけたら嬉しいです参考までに私が視聴した作品を挙げさせていただきます、えーはい、チェンジマンマスクマンジェットマンから大レンジャーカーレンジャーからガオレンジャー、うん、デカレンジャー、うん、冒険ジャーゴーオンジャー真剣ジャーゴーカイジャー以降すべてはいというわけでもうさっぱり俺にはわからないんですけどありがとうございますはいありがとうございますでもさ、うん この日本に男の子として生きててさスーパーセンターに全く触れない生活なんて無理でしょああ差別的な発言がね出ましたけど出たかな男性性の押し付け出ましたね出ちゃったかなおすすめのまあでも見ましたよちっちゃい頃は見たことます。そうだよねお邪魔しょたるみも見てたしスーパーセンターも見てましたよ日朝でやってたからそうだよねそのなんかそれ好む好まざるをあれですね しなければさ、絶対触れちゃうものだしさ、そうだね。だから全く知らないってことはそんなにないんじゃないかなって。そうだね。けど、ゴファイブとか、え、銀河マンとか、うん、うん。あ、そのラインね。その辺ですね。なんか本当に俺がギリギリ物心って言うんだったら多分カクレンジャーとかになるんだと思うけど、でもほとんどカクレンジャーのことは覚えてないから、なんか見てたなって記憶がはっきりあるのはその辺かな、俺。ゴーゴファイブとか、銀河マンとか。 うん、手塚さんはどの辺にあるんですか僕はですね、まあ、おぼろけに覚えてるのがダイナマンぐらいからで、うん、ああで多分えー、っと、ジェットマンがギに見るか見てないかぐらいっていうところなんで、ちょっと世代的には一回りずれてる感じがもしかしたらあるかもしれない。ね、いや、もうこれ、あれです、うん、俺たち3人でグラデーションになってますよ。だって俺が あのギリギリ玉の片隅にっていうところがライブマンですからね全然俺ライブマンターボレンジャーファイブマンジェットマンジューレンジャー頭の中に順番がさ年表がないからさどういうグラデーションなるか全く分からないんだけど順番で言うと誰が子さんなのじゃこの中でその1年これはね手塚さんです手塚さんが見てて荒垣さん挟んで俺ってことなのそうそうだから34年ぐらいのあれがそうなんだなだらかに34年ぐらいの年なるほどなるほどが。 浮き彫りになってくる俺があのー、なんだろう気合いを込めて見始めたのは多分あのー、ターボ5ジェットぐらいのところから、うん、俺の自我が目覚め始めたぐらいになっちゃったりすよねでもう10連舎ぐらいになったらジェットマン10連舎ぐらいになったらもう見るぞという気持ちで見てて、うん、大連かくれん王連ぐらいになったら もう楽しみに見てる感じでもさ俺も手塚さんもそうだと思うけどさ多くの人がやっぱりさ子供の頃見てたけど離れるわけじゃないですかどっかでまあそうだねで離れたらそれっきりってことが基本的には多いなと思うんだけどそうだね荒牧さんもその今言ったような感じの気合入れて見てたけど一回離れてまた戻ってきて自分がリアルタイムで見た時よりも古いのとか最近のとかんか結構見てるってことでいいんですかとりあえず荒牧さんはまあ 結構見てるっていうのも、ちょっとおこがましい感じありますけどね。全部を見てるわけではないってことなんだ、じゃあ、全部。そうそうそう、うん、それはそう、うんうん、全部はね、見れてません。うん、申し訳ないです、ねい。申し訳なくはないけど、別にさ <laughs>、うん。手塚さんはどうですか、うん、僕はですね、でも見てたんですけど、全然内容をね、具体,具体的には言えなくて、で最近ね、ねあんまり見てないんで。うんうん な、ね、ううなんとなくおぼろげにこれ面白かっっったななてていいうう記憶がぼんやるとああ感じです、ね、あーなるほどね、はいはいはい、俺もそうだななんか俺はリアルタイムでは見てなかったけど家にビデオでジェットマンがあったからジェットマンの同じ回を何回も繰り返してみてみたいなことはあったから、うん、<laughs> あいい感じじゃないですかんかあとジェットマンのエンディングの心の卵はいい曲だなってことは知ってますその聞いたんであとなんかやジェットマンって腕をバッて広げるとさ 脇腹にセンスのようなな羽が入るじゃないですかその構造がかっこいいようなかっこ悪いような飛べるような飛べないようなって感じでなんかモヤモヤしたのを覚えてますね、うん、見ながら何かなね全然おすすめのスーパー戦隊はないです僕にはすいません山田さんああはい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 荒脇、うん、さん何かおすすめがあればそうですねやっぱりありますうん でこれはね、確かどこかであの時間帯がね変わったのにガオレンぐらいの時から時間帯変わったのかな、うん、ガオレンジャーぐらいからその曜日が変わったのかななんか金曜夕方からなんか日曜朝に行ったんじゃないかな、うん、のガオレンジャー。あーそうなんだ、俺日曜朝しか知らないけど。う,うん、うんだかからその時になんか俺は多分 見るののやめたんだよねそ時間帯変わるって結構さなんかあれじゃんまあそうだね。そそそそそそううううううどこだか忘れたけどガオレンじゃなかったかもしれないけどガオレンぐらいのあの前後で確か変わったはずなんだけど、うん、多分そこで見るのやめちゃってますね、うん、僕は。うん、で俺がその以前でやっぱ好きなやつは、まあ、救急戦隊555とかすごい好きなんだったし。 電磁戦隊メガレンジャー、え激走戦隊カレンジャーとか、大連かくれんなんかは俺のやつですね。なるほどね。やっぱね、その救急戦隊555 55とかは、そのうん、結構珍しい、そのどっちかっていうとなんかリアルめの、ね、戦隊でっていうのがね、うん、おも面白かったっていうところがありましたね。うん、のあの メットがよく割あなるあほど、うん、これはスーツなんだよっていうことをことさらに強調してて、うん、なるほどなんか、うん、メットがめちゃめちゃ割れたりる <laughs> なるほど中に人間の中身が見えるっていう<な>そうそう、うん、中身が見えるっていうね、うん、なんかうーんあのーレスキュー戦隊なんですよね今回はそう,、ねうん、そう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 でなんかレスキューでその敵を倒すより人を守るみたいな感じの<ー>うん やつでねなんかな、うん、結構そのもう一つの,その軸として、うん、あの家族戦隊なんですよね全員兄弟で、うん、そのあのまあよくある司令みたいな役割の人がお父さんでってお父さんの作ったあのー、メカニックメカニックでそのサイマイ一族っていうやつと戦うんだけど、まあ、サイマイ一族もあのー。 家族なんだよ、ね、うん、うん、兄弟相手も相手で兄弟で敵のボスがその冴羽一族の母女王、うんうん、グランディールってやつな、うんだけどそれでその「家族とは」みたいなののすれ違いみたいなのをね書くんだよねその、うん、こっちはそのなんか555の,の方の家族はやっぱその絆にあれされてるんだけど結構そのなんだ冴羽一族の方の家族は結構お互いがお互いをね 疑っったたりりすることもあったりそうそうなんか兄弟愛とかもあるんだけどその兄弟愛みたいなのを肝心な母親にねそのぶち壊されて家族愛を信じられないまま死んでいっちゃったりするとか家族って何なのみたいな話とかをやったりするのと、うん、あとなんかねそのロボットがねの合体の仕方がめちゃめちゃ面白くて、うん、やっぱりそのえー、っと スーパー戦隊ってその乗り物とかがさ合体してさ一、うん、つのロボットになるみたいなさ、うん、やつがあるじゃないですか。うん、それがね結構すごいリ,リアルな合体の仕方をしてさその結構みんなそのさ空中にビヨーンって飛んでさよくわかんないジェットとかでポーンってそのさいっぺんに合体したりすることとかもさ、うん、あったりするんだけどさあの面白いのがさ、うん、まずその足の部分が合体するんですよ。その 救急車と、なんかそういう、うん、なんだろう、ショベルカーみたいなとさ、うん、なんか、それをつなげるね、太ももの部分が合体して、うん、それがまずね、ぐらーっって上がって、うん、その後あのヘリコプターでその、うん、上半身のところをつるして、うん、そこに乗っけて合体するっていう、えー、あー、なんかリアルって思って、なんかそういう、そのなんかさ、なるほどね。 王子みたいな合体の仕方すんだなな思って。そういう楽しさもあって,嬉しくなって。なるほどね。なるほどな。そうそう結構そういうところ俺は g o g ファイバー俺見てたはずなんだけど今言われてそういうことは覚えてなくて、うん、なるほど確かにって思って。うん、なんか顔のその仮面が割れてスーツが割れて顔がのぞいてるみたいのは。 そういえばそうだったかもって記憶にあるんだけどなんか子供心にその戦隊ものって「なんとかレンジャー」っていう縛りがあるもんだと思ってたから「555」で破ってきて「ありなの?」って思ったのはすげえ覚えてますねんかああれだねあの「なんとかマン」か「なんとかレンジャー」んだよねそうなんだねそうそうそうでその1個前が銀河マンだからあそうかそうだねそうそうそうでオそう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 そ ギンガマンは、そファイブマン、ジェットマン、マスクマン、ライブマンみたいな感じの、マン系ねって感じだけど、レンジャーでも急に救急戦隊555って言うから、そうそうそう、ドキャーって感じだから、行くぞ、救急戦隊555ってね、そう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 、そうかって思いながらね、それだけですか、ちなみに今の歴史45作品を振り返ったときに、いっぱいありますいっぱいいるんだ、それ、いきて破りは結構いるんだ、じゃあ、なんか、タイトルの。 あのゴーバスターズとかね最近ああそうかそうか、うん、これもなんかねあのあれですからねその結構その掟破りをしてやろうぜみたいな感じで、うん、その<ー>なんかいろんなその今までの戦隊のそのノウハウみたいなのを無視して作ったりなるほどねしてたやつでしたね,ねじゃあなんかやっぱりそのゴーゴーファイブもそうだけど、うん、名前がちょっと 行くぞ、うん、おらって感じのやつは内容もそこそこそういう野心作というかなんかそうだ、ん、ね、うん、そういうところはあると思うあったのかもしれないねそれを表したような名前というかね、うん、そう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 ,う,うでもやっぱり555になってからあのそれからあのゴーバスターズになるまで十数年間ぐらいに <laughs> そのなんとかじゃだけでやってたってことは <laughs>、うん、その555ってやっぱやめた方がよくな,いっ,てい感じになったんだろうなというね気はするね <laughs> スーパーパ と見スーパー戦隊の中に入れてもらえなかったことによる商業的な不利感があったのかもしれないねんかねそのよくわかんその555にするっていうメリットがあんまり見えなかったのかなという気はするんですなるほどねまあそうだよね名前別に「なんとかじゃあ」とかなんにもできそうだもんねだって「レスキュージャー」とかね例えばうかんないけど「レスキュージャー」とかさ「55戦隊レスキュージャー」とかでも全然いいと思うんだよねうん そういうのでも全然いいと思うんだけど、まあ、ね、そういうのやってみたかったんだろうね、新たな、うん、なるほどなや。やっぱりね、その、スーパー戦隊、4何作品ね、5作品、5作品、5この方は言ってますけどね、うん、うん、45作品か、そっかそっか、うんえー、今やってる、機械戦隊、全開じゃっていうのが、45作品目の記念戦隊なんだそね。 それだだからちょっとみんんなな覚えてたんだねね <laughs> るほど、ね、このお便りくれた方もあげてる中に多分入ってないと思うんで555はうん、うん、あーやっぱ555めちゃめちゃ俺はねすごい好きだなう,うん多分入ってないと思うけどまあちょっともし見てたらねごめんなさいって感じだけどまあでも555がおすすめということでじゃあうん、うん、まあ本当にいろいろな <laughs> あのなんだその種類の本当に 変な戦隊だったりとか野心作だったりとかいっぱいあるから一個一個見ていくのは全然いいと思います。うん作品あって、うんうん なんかずっと続けていく何か変え,変えないといけないっていう責任を背負いながら45作やってるのやばいですよねもうネタかぶりとかって気にしてるんですかねスーパーセンター行ってですかねでも僕なんかちっちゃい時にあんま内容自体は覚えてないんですけどすで、うん、にその例えば2歳3歳4歳5歳とか毎年見てるとやっぱ違いを意識し始める時があってんか確かライブマンの時3人だったんですよ初期。そそそそううううですね 追加でサンバルカンその3人乗ってサンバルカンがその前にあって、うん、僕その生まれる前なんですけど、うん、でもなんか絵本とかでいろいろ。 昔こういうのがあってって見たんで、なんか3人に戻してきたのかみたいなこと思った。やるねえとか思うからね、普通ね。今回はこれか。今回は3人できたのかみたいな思ってで、途中で2人追加選手が来て、その五人対体制になるみたいな。腕組み保育園児がいたわけだ。そう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 。なるほどね。そこで追加のおもちゃを出してきて合体させて、また変わっていくみたいな感じど商売っていうとかも感じて。あと、まあ、その。 まあこういういスーパー戦隊をずっと見てると、やっぱりその、ああ、数年に一度の恐竜、次はこんな感じで恐竜やるのかみたいなね、感じはあるんだよね。なるほど。そう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 、まあ、恐竜っていうのはさ、めちゃめちゃその、あの子供にとってのさ、もう、絶対当たるみたいな感じの、ね、あ<ー>ーだよね。手が堅いんだ、ベタな。手堅いモチーフだからね、5、6年に1回はね、その恐竜に戻るんだよね。うん恐竜と車ね。 <laughs> なるほどね,ほどね恐竜戦車最強じゃん子ども特攻じゃん恐竜戦車な,<笑><笑>なるほどねだからその何と恐竜なのかみたいなねあ<ー>今回はまあそう今回はキスと恐竜、うん、なるほど流,戦隊流そう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  いやそういう感じでなんかねやっぱり腕組み子供はは、ね、いっぱいあったりするからねなるほどね、うん、そうそう今回は動物モチーフかと思ったらまた動物モチーフかよちょっと最近動物に寄りすぎじゃないみたいなね <laughs> こととかをね思ったりする、うん、あの子供たちはねいついついつでもるなるほどね、うん、じゃあ別にそのネタかぶりはそんなに避けてないというか一応避けてはいるけどまあそんなに気にしてはいないって感じなのかなそそそそううううなるほど うん、まあでも同じ感じはなくて、うん、やっぱりそのプラスアルファであの差別化をしますねうんうん、うん、まあモチーフが同じでも所詮モチーフが同じだけといえばだけというところでそうそうそう,そう、うん、何でもできちゃうから、ねうん。ね。確かにこの俺の好きなね最近見たねマシン戦隊キラメージャーっていうのが、ねうん、あってこのマシン戦隊キラメージャーっていうのが、うん、あのデュエル 宝石と、うん、あの宝石の戦隊なんだけど、うん、これがねなんかねあれなんだよねそのちょっとなんか前まではこのキラ・メイジャーっていうところからちょっとさしてほしいんだけど、うん、どうやら最初はね魔法使い戦隊だったっぽかった、ね、うでもそれって マジレンジャーとめちゃくちゃ被らないみたいな感じになって。マジックのマジだったんだ、マジレンジャーは。そう,そうそうそう、うん、マジレンジャーはマジだぜっていうのと、うん、マジックでマジレンジャーって感じだったんだけど、な,どうん、なんか結構モチーフががんかぶりするじゃんかいって感じに,にそうなったから、なんかね、徐々に明治部分も少しずつ少なくして、ただの宝石戦隊としてね、なるほどね。 一応じゃあなんかそういう、なんか、またかって思われると、飽きられちゃうかもって思って、避けたりはしてたのかな、子供の、子供に飽きられたら嫌だなと思って。まあ、そうだね、うんうんうん。そう,うだと思う。なるほどあと、うんあの、仮面ライダーの方にも、仮面ライダーウィザードっていうのがいて、うん、それが宝石魔法使いなんだよね。 宝石魔術流行ってますね。うん、うん、これはね、あのウィザードはこれはもうほぼ明確にこれはそのなんかそういう設定誰かが明言したんですかって言われちゃったら困るんだけど、うん、これはもう明確に、うん、あのマドカマギカのパロディみたいなやつなんですね。えー、そ,そうなの？マドカマギカみたいなメ、うん、面ライダーがやりたいって多分思って数年前に入た。<laughs> マドカマギカみたいになってマドカマギカのどこの部分を。

モチーーフにした仮面ライダが出ててき助けるみたいなね精神世界みたいなのが入って助けるみたいな感じの魔女の結界に入って助けて魔女の結界に入って助けソウルジェムの濁りをそれで取ってソウルジェムの濁りをみたいなね指輪イコールソウルジェムみたいな感じのやつをやってていずれ魔女になっちゃうのじゃあまあまあそんな感じの物語をやっててでそのね数年後にウロブチさんが本当にそのね仮面ライダーなの とかもねしたいそうだねうん、うん、っていうことを考えるともうほぼもう間違いなく、ま、窓ガマックだろうなるどでもこのそのキラメイジャーがさもし宝石モチーフで、ま、魔法使いモチーフだったとしたら、うん、今度はもうウィザードにめちゃかぶりしちゃうじゃんっていう感じでね多分変えてくれたんだと思うなるほどね<の>魔法も子供好きなんですねじゃあそうだね、うん、なんか <laughs> あの付け加えるやつがねあまりにもそのピ、うん 単コカンカンすぎてね、なんかヤバすぎたというかね。関連付けやすいよね、やっぱ宝石と魔法使いみたいな。そうだね。だからこういうバッティングが起きちゃうんだから。なるほどね。まあそんなところですかね。じゃあ。あところですかね。まあいろいろ面白いところはね、いっぱいあるし、他にも面白いやついっぱいあるんでね。はい。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ今回はこんなもんで、はい。お疲れ様です。はい。